毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はブレードミノーとスクリューベイトを仕上げていきたいと思います。それではヒロボー仕上げます。ピンバイスの1ミリで下穴を開け直してから耐水ペーパーの旋盤ぐらいで表面を整えます。塗装はエアーブラシで行います。ミスターカラーさんのアクリル合成樹脂をレベリングシンナーで倍に薄めて使います。ブレードミノータイガー風ダイヤモンドシルバーが吹けました。蛍光オレンジが塗れました。クロムシルバーが吹けました。黒色も塗れました。スクリューベイト及川風ダイヤモンドシルバーが吹けました。クリアブルーが吹けました。塗装乾燥中です。色止め兼トップコーティングは長島さんのセルロースクリアとセルロース染液を1対1で混ぜたもので行います。トップコーティングも乾きました。こういう感じですね。そして及川くんがこういう感じです。ブレードはこういう感じでいってみたいと思います。マーキング用もカットできました。ステンレスの 0.5 ミリを使いたいと思います。マーキングもできたので田中さんのラスカットでカットします。チョキチョキっとな、チョキっとチョキっと、よいしょ。よいしょ。よいしょ。カットできました。バリを少し取ります。よいしょ。そして角も落としていきます。よいしょ。そしてマーキングします。よいしょ。傷よ、入ってくれ。よいしょ。少し傷が入りました。ここと、ここと、ここですね。そしてポンチで打ちます。よいしょ、この辺かな。それ、トン。こういう感じで3箇所。へこみました。ドライバードリルの先に2ミリをつけて穴を開けます。よいしょ。3ミリに変えました。3ミリで穴を開けます。こういう感じで開けました。バリを取ります。そしてこちらのスナップを使いたいと思います。サイズ1です。スナップも入りました。こういう感じですね。ヒートンは日本の部品屋さんの 1.6×19mm を使いたいと思います。穴に通して締めます。よいしょ。これでブルブルしてくれるんでしょうか。ブルブルっと。スクリューはこちらの方を使いたいと思います。相当昔に買った分です。右回転と左回転があるのでまっすぐになると思います。ラインアイフックアイは日本の部品屋さんのヒートン 1.6×19mm または 1.6×15mm を使いたいと思います。そしてペラの周りが良くなるようにこういった日本の分野さんのカップワッシャー 5.9×2.2H×2.0 こちらを使います。こういう感じでセットできました。そしてこうですね。
後ろ側には日本の部品屋さんのカップ 8.6×4.5H×2.5 こちらを使います。スプリットリングはデュオさんの2番を使います。フィッシュビートさんのキングキムケンですかねの5番を使います。なんと8個入って450円です。こういう感じでつきました。これでブレードミノーですね、完成です。果たしてブルブルしてくれるんでしょうか。そしてスクリューベイトですね、ラインがこのフロントフックに絡まないことを祈りたいと思います。こういう感じです。それでは今回はここまでにしたいと思います。次回はスイミングテストです。楽しみですね。それではご視聴おきに。